皆さんお疲れ様です。今回はですね、ヘッドライトの紹介を、したいと思います。レッドレンズザーっていうんですかね、レッドレンズザーですね、サーじゃないですね。で、結構ね、ヘッドライトを使うことが多くて、釣りとか、夜の家庭さん、夜の作業で多くてですね、で、暗かったんですよね、今まで。で、300ルーメンとか使ってまして、初めて1000超えました。で、HR7R、コアっていうんですかね、こちらの方をですね、手に入れました。8600円ぐらいですね、Amazon で。で、なかなかね、チャンスがなくて、ガタッと値段が下がったんで、思わずポチりました。で、欲しかったんですよ、暗くて。で、そこなんですね。で、今回これですね、使い勝手が。で、ほんと明るいんで、こんな感じ、2回押してつくんですね。で、このバッテリーの持ちがどのくらいかどうかもわかんないんですけど、早速ね、暗く、消えるんですよ、ここ。原因がわかんないですね。ほら、消えるんですよね、僕の。ほら、買って。故障かな？これちょっと調べないと、明日電話してみましょうかね、メーカーさんにね。ほら、消えるんですよ。ほら。こうつけるでしょ？ついてるな。ほら、消えるんですよ。ほら。原因がね、わかんないんですけど、まあちょっと明るいのは明るい、実際ね。で、どういう接触不良なのか、どうかね、ちょっとまた明日聞いてみましょう。で、ヘッドライトのことについてね、また投稿をね、結構好きなんで、ライトとかね、ちょっと増やしていきますけど、ちょっと原因をね、調べていきたいなと思いますね。逆でライトが明るくなるんでしょうね。はい、ちょっと今日はここまで。で、次回はライト照らしてみたいとまた思います。